メディアエンターテイメント。コロコロポスト人。時は未来、ところは宇宙。そんな時代にも人の情けは生きています。そしてこんなものもまたなぜか生き残っておりました。それは新聞配達。鉄お父ちゃん、スタンバイオフィスで行ってくるよ。あー、待て待て、あかね。この号外鉄を、年はとっても娘のお前に苦労はかけねえ。これくらいの配達、俺が。もう、父ちゃん、ぎっくり腰なんだから無理すんなよ。大丈夫、いつもみんなの仕事を見てんだ。私に任せな。すまねえな。最近じゃ新聞取るうちもめっきり減っちまうし、俺の配送所もそろそろおしまいかね。弱気になるなよ父ちゃん。どんなことがあったって、お客さんがいる限りきっちり新聞届けます。それが郊外新聞配送所だろ。そうだな。配達時間には遅れちゃなんね。あかね、一致してくれ。その代わりおめえのナビゲーションは俺がしっかりやってやるぜ。そうこなくちゃ。それじゃ行ってきます。新聞、新聞、新聞。 Thank you.
アカネ、次のエリアはちょっと厄介だぞ。なんだい父ちゃん。町の中に戦闘自販機が配備されてる。奴らは人が近づくと動き出して体当たりで飲み物を売りつけてきやがる。危ねえからとりあえず戻れ。でもここ通んなきゃ次の住所に行けないよ。それにそんなアコギな機械に背を向けたとあっちゃ新聞配達員の肩書きがなくってもんさ。あかね、分かった。なるべく早く走れ。俺たちのダッシュでぶつかれば大抵のポンコツはぶっ飛ばせるぜ。よし、やってやる。これくらいへっちゃらだよ父ちゃん。こらこら、あんまり調子に乗るなよ。夕暮れ町から先にはもっと物騒なもんがうろうろしてんだからな。
配達屋さんね。これだから平民は嫌だわ。なんだと？いきなりなんだお前。特別に教えて差し上げる。コロニーの赤い一番星、ソニア北の毎日、宇宙で一番早い新聞配達とは私のことよ。北の毎日って軍事産業北の財閥のお嬢さんか。数が高いわよ、平民。身分の違いは認めても新聞配達じゃあ認めねえ。こちとら郊外新聞配送所の未来あかね。新聞配達で勝手に一番は名乗らせねえぜ。まあその貧相な体型と装備で私に勝つつもり？では身の程を思い知らせて差し上げるわ。次のエリアは私の練習コースなの。あなた私のラップタイムを抜けるかしら。やってやらん。生意気ね。気に入らないわ。これでも食らいなさい。なんだ。うちの兵器工場で特別に作らせたまきびしよ。あなたに避けられるかしら。までにはまだ全然間があるだろうに。何そわそわしてんだよ。え？あ、そりゃおはよう。は、おはようでございます。いつも早いね。あ、そういううちなんで。おや、しかも今日は未来君が新聞配達なの。大変だね。同情するよ。あ、その配達カバンなんか早くどこかに置いてくるんだね。じゃあ僕はこれで。はい、どうも。今日もまともに話せなかった。おいおい、あかね。け、父ちゃん、ナビつけっぱなしだ。今のやつ。ああ、柿の本先輩だよ。うちの学校一の秀才さんで生徒会長なんだ。へえ。で、あいつに惚れてんのか、アカネ。違うわい。そんなんじゃないわい。とにかくもうナビ切るよ。あの男の態度なんか気に入らねえな。
なんで、どいつもこいつもなすさげねえ。ただいま。あれ、父ちゃんどうしたの？おお、あかね、そろそろ夕刊の配達時間なんだけどよ、サビレ町担当のバイトが行きたくねえって言うんだ。なんでも最近サビレ町にはお化けが出るって噂でな。お化け？そんなのいるわけないじゃん。よし父ちゃん、私に任せな。私が行ってお化けの正体突き止めてきてやるよ。黙っておったよ。そうそう、それそれ、お化け。私はそんなのを信じてないからね。ついでに正体突き止めに来てやったんだ。おじいさん、なんか知ってる？もちろんじゃ、たま。あれはな、お化けなんかじゃない。ここに捨てられた戦闘ロボの残骸じゃ。最近になってどうしたもんだか、そいつの迎撃装置が動き始めてな、近づく者に威嚇射撃をして脅かすのじゃよ。あれ、それってお化けより危ないじゃん。なんとかしなくちゃ。なーに、所詮はスクラップのロボじゃ。撃ってくる弾だってヘルヘルじゃ。新聞屋さんの高速ダッシュでな、かわせるじゃろ。
どうだね、あんた、あのポンコツをちょっと蹴飛ばして黙らせてやってくれんかね。わかったよ、おじいさん。この茜に任せな。あんたの顔が立つならサインだけでもさしてもらおうかね。毎度あり。こちらこそ。ありがとう、お嬢さん。父ちゃん、お化け退治したぜ。おお、見てたぜ、あかね。お前はやっぱり大したやつだ。そうそう、今新しく新聞の契約もらったよ。申し込み書を転送するね。おお、でかした。この名前は。父ちゃん、どうかしたの？勇敢少佐。さっきの戦争で巨大ロボ乗りとして大活躍した英雄だよ。へえ、あのおじいさんそんなすごい人だったんだ。でもな、もうずいぶん前に病気で亡くなったはずなんだ。あのサビレ町でな。え？じゃあ、そう。お化けじゃ新聞取れないじゃん。がっかり。そういう問題かあかね。いや
嫌がらせにしちゃスケールがでかすぎないか。おい、になっちまった。隣が寒くならねえように遮断壁が折り上がったぞ。それじゃ通れないじゃん。なに、壁なんざ思いっきり走って体当たりでぶち壊しまえ。そっか、よし行くぞ。Thank you.
大丈夫？怪我はない？大丈夫です。いつも鍛えてますから。こんな日に走るからだよ。はい、ごめんなさい。でもこれが私の仕事なんで。そうだったね。じゃあ気をつけて。よりによって先輩にぶつかるなんて。でも優しいなら先輩。新聞配達やっててよかった。ね、お前の配達お客さんにすげえ好評だぜ。まあね。でも父ちゃんには及ばないよ。嬉しいこと言ってくれるね。それでな、おかげでうちの配達区域が広がったぜ。今日新しく行ってもらうのは牧歌町だ。おう、コロニーの食料生産地区だね。張り切って行ってくるよ、父ちゃん。あの辺は雑草だのぬかるみだので路面の状態が悪い。思いっきり走れねえところもあるから気をつけてな。新聞！
ところじゃまだまだね。またお前か。せっかくののどかな風景が台無しなんだよ。まあそういうあなたはドロンコがとてもお似合いですこと。私ならどんな悪路でも靴も汚さずに配達できてよ。へっ、どうだかね。ちょうどいいわ。私の特別練習コースにご案内しましょう。ま、あなたにはちょっとレベルが高すぎて今度こそ私のタイムには追いつけないでしょうね。せいぜい泥まみれにおなり。なめんなよ。お前の記録なんてぶっちぎってやるぜ。私がまだ幼かった頃。ソニアお嬢様、お待ちください。遅い遅いわ。そんなにゆっくりしていたら幼稚園に遅刻してしまうわ。あたくちは誰よりも一番先に聞きたいです。ああ、そちらは行けません。そこは耳あかわせんよ。お嬢さん、大丈夫ですかい？おじさん、ありがとう。リニアカーに引かれそうになった。私を助けてくださったのは、そこを通りがかった新聞配達屋さんだったの。ただの配達屋さんではなく、当時黒い流れ星と言われていた正義の新聞配達屋さんだったらしいわ。それ以来、私は誓ったの。私も新聞配達屋さんになって、そして、みんなのヒーローになるのだと。ヒーローになるなら、まず正義の心を身につけろよ。ま、私ったら、あなたのような平民に何の話をしてるのかしら。とにかく、
同じ新聞配達員としてあんまりみっともないのがいると私許せないの。へん、この茜様は立派な正義の配達員で、お前こそみっともない真似したら許さないぞ。相変わらず失礼ね。覚えてらっしゃい、私次はもっと早くなって戻ってきてよ。あなたなんか私に一生かかっても追いつけないと思い知らせて差し上げるわ。へん、いつでも受けて立つぜ。父ちゃん、新聞配達やってやっぱりみんなのヒーローだったんだな。まあな。街を牛耳るキング配送所の評判が最近めちゃめちゃ悪くてな。ちゃんと配らねえわ、他の新聞配達は脅すわ、まるで新聞を取ってほしくねえみてえな態度らしい。そんなの配送所の風上にも置けないよ。あたしが懲らしめてやるさ。おいおい、あかねえ、相手はゴロつきだぞ。俺は心配で、やっぱここは俺が、父ちゃん、ああ、すまねえ。でも、何かあったらすぐに連絡するんだぞ。父ちゃんが守ってやるからな。
嬢ちゃん。悪いがこれから先は、あっしのキング配送所の仕業だ。帰っていただきましょう。出たな。お前がキング配送所の店長か。お前のせいで困ってるお客さんがいるんだ。私に配達させていただくよ。威勢のいいお嬢ちゃんだ。だが、こっから先は、このワントラ騎士の怖い子分をがっちり当選簿していますぜ。泣き出す前に、お家に帰るんだな。誰が泣くかい。そんな奴ら、全部蹴散らしてやる。Thank you.
小娘にしてやられちゃ雇い主様に顔が立たねえ。勝負だ小娘。なんだよやる気か。ワン、その辺にしとけ。あなた父ちゃん。情けねえなワン。おめえとは共に戦場を走り回った仲だってのに。鉄王兄さん、申し訳ない。戦場でのご恩は決して忘れちゃおりません。俺と共に優秀な通信兵だったおめえが俺と同じように新聞配達をやるって聞いて、そりゃ喜んだのによ。所詮あっしは兄さんのようにはなれませんでした。伝説の黒い流れ星、豪快鉄王のようには。え、それじゃソニアの言ってた黒い流れ星って父ちゃんだったのか。昔の話だ。いやいや、今も兄さんはあの時のまま、まっすぐで熱い正義の男です。それに比べてあっしは金さえ積まれれば何でも受け負うろくでなし、配達員の誇りさえこの通り売り払い、今は新聞の敵に回っている始末。じゃあおめえは誰かに頼まれてわざと新聞の評判を落としてるってのかい。そうです。新聞の存在を憎む者がいるのです。あっしはその手下になっていたんですよ。新聞を憎む者？その名も電脳ちり紙だ。電脳ちり紙だ。兄さんには向ける顔がございません。さらばです。鉄王兄さん、お嬢さん。ワン、俺はお前を信じてるぜ。父ちゃん、電脳ちり紙団って強いのかな。名前からじゃ全然わからねえ。ワンが姿を消したらしいな。所詮は雇われ者、高い理想のために動いている我々とは違います。そうだな、我々の目的は人類のさらなる進歩だ。コロニーの住民たちは宇宙に暮らしながら、未だに新聞などという時代遅れの代物を流通させている。まったくコロニー人のアナログ好きにも困ったものです。習慣に縛られているようでは進歩はない。新聞のない生活を与えてそれを思い知らせてやろう。そのためにまずは新聞の配達を阻止いたしましょう。私に考えがあります。あれ、父ちゃん、なんか体が重いんだけど。え、おめえだけじゃなくて周りの様子もおかしいみてえだな。どうやらそのめまい通りの重力装置がぶっ壊れたみてえだ。重力が強くなってるから動きが鈍くなっちまう。その上落っこちる時にはストーンと落ちる。いつもとはちょっと勝手が違うぜ。へん、そんなことが起きたって茜の新聞配達に遅れはないぜ。
修理つったら、お釣りの悪いテレビを新聞紙でぶったたくくれで。私もガタの来てうるさいエアコンに新聞紙を挟んで黙らせたりしたけど。ん？わかったよ父ちゃん。調子の悪い機械なんだ。新聞紙突っ込んどきゃ治るさ。
調子いいみてえだぞ。やっぱ新聞ってすごいな。そうだな、でかしたぞ、あかね。しかし、こんなのめったに壊れるもんじゃねえのにな。なんか嫌な感じだし。めまい通りの作戦は失敗したようだな。はは、面目ございません。しかも故障を直したのが新聞配達員だ。逆に新聞の評判が上がってしまったぞ。郊外配送所の娘、なかなかやります。今度失敗したら分かっているな。はは、今度こそこの番犬尾形めに今一度チャンスを。電脳追加団のことだい。ああ、あの新聞を憎んでるってやつらか。そうだ。どうやら地球出身のエリートさんたちの間で盛んに活動しているらしい。そのアブトロクにはそういう人間が多い。やつらの本拠地かもしれねえ。くれぐれも気をつけろよ。おう、わかったよ、父ちゃん。Thank you.
わしこそは天皇ちり神団最高幹部番犬尾形。くそ、ついに出てきたな。小娘、貴様は何のために配達などしておる。紙に書かれた情報なんぞ無駄極まりない。新聞なんかをありがたがるのは人類の進化を邪魔する時代遅れってもばかりだぞ。なんだと？この未来あかね、郊外配送所の娘として新聞とお客さんをバカにする奴は許さねえ。時代遅れだろうとなんだろうと、新聞を待ってるお客さんがいる限りきっちり配達いたします。はっはっは、小娘、地球帝国軍では鉄壁のケーンと呼ばれたこの尾形、わしの作ったお邪魔壁兵器を突破できるかな。番犬尾形、この役立たずめ。なんだ？我が電脳チリ神団の規則を覚えているな。作戦に失敗した者は、お許しください。それだけは。本日より惑星間ネットへのアクセスインターネット禁止だ。なんてことだ。もう社会の事件も経済の動きもわからない。私は世間から取り残されてしまう。あのさ。なんだ小娘。それなら代わりに新聞読めば。新聞。はいよ。もう、かたじけない。
やあ、未来君。珍しいね。あの、うちの配送所、最近絶好調で。そうみたいだね。で、その、ついに、先輩が住んでるカキツバタシティでも、新聞を配れるようになりました。そうか。未来君、ついにこの時が来てしまったようだね。そこまでだ。誰だ。君には悪いが、電脳ちり紙団の首領としてこれ以上新聞を配達してもらいたくないよ。残念だよ、未来君。その声は柿の本先輩。ネットオークションで買ったんだよ、未来君。惑星間ネットで全てのものが手に入る時代なんだ。新聞に載っているような情報もね。人類は常に新しい生き方に適応していくべきだ。君のやっていることも新聞の存在も人類の進歩にとっては余計なものでしかない。目を覚ましたまえ。柿の
でもダメだ、引き下がるね。お客さんが私を待ってるんだ。なぜそこまでして新聞なんかを配り続ける。大いなる無駄だ。無駄って言うな。運は大事なんだぞ。まず重いしかさばるし、それからハムスターのカゴに入れたりすると便利。あかね、俺が代わりに話そう。柿の本の坊ちゃん、一つ昔話をいたしましょう。地球帝国とコロニーとの戦争も最後の方でした。地球軍の空襲である爆弾が爆発したんです。そいつはコロニーのマザーコンピューターをイカれさせてデータを消しちまう専用の爆弾でした。俺たちコロニーの人間が積み重ねてきたものは全部そこにセーブされてありました。それがその爆弾一発で見事に真っ白になっちまった。俺たちの歴史も毎日の泣き笑いの記録も、ついでに茜の親御さんに関する情報もね。もう世の中は平和になった。惑星間ネットも昔通りになってきた。だがわしらはまだ忘れちゃいないんです。通信をダメにする兵器が飛び交う戦場で人から人へ確実に伝わるのは手で運ばれる紙に書かれた情報だけでした。わしらコロニーの人間が手に取れる匂いのある古臭いものを大切にしてるのはそんなわけがあるんですよ。父ちゃん、そんな干渉のために無駄な生産と新聞配達などという労働を続けるというのか。そうだよ。人の心が新聞を必要とする限り、私は新聞を配るんだ。君たちは救いようもないほど愚かだ。しかしその心の熱さは伝わったよ。柿の本先輩、未来君、君の気持ちは知っていたよ。新聞配達に対する情熱は本物のようだ。僕には理解できないが、君はそれでいい。未来君、これからも僕の良い敵でいてくれたまえ。
かねえ。これからも良い敵でいてくれって、いい友達でいてくれって言われるのよりもっとひどいよ。ちくしょう、なんだあんなやつ。そうだよ、私は新聞配達がとっても好きなんだ。偉いぞ、あかね。配達の仕事があるんだ。ちょっと行ってきちゃくれまいか。いいよ。どこに行くんだい？メロンタウンで。え？メロンタウンって言ったらお金持ちばっかりが住んでる一等地じゃん。ああ。今度そこに越してきた方がぜひお前に新聞を届けてほしいそうだ。そんなところにまでお客さんがいるなんて。やっぱり父ちゃんの配送場すごいや。よし、頑張ってもっとお客さん増やすよ、父ちゃん。まあそうだな。じゃあ気をつけて行ってくるんだぞ、あかね。
特別配達のお客さん家か。でっかい家だな。あれ、ポストどこだ。ようこそいらっしゃいました。はい、毎度ありがとうございます。号外新聞配送所の未来あかねです。申し訳ありませんが、宅のポストは門をお入りになってずーっと先でございます。さあさあ、どうぞ門の中へ。Oh, my God.
お前が走る姿をモニターしていたよ。間違いない。あなたは私たちの生き別れの娘です。昔から運動神経のいい子だったからね。すまないが、それを確認させてもらったんだ。そういえば、思い出した。小さい頃、私こんな風に庭の防犯設備で遊んでた。それじゃあ、あなたたちは私の父さん、母さん。そうだよ。あの時の空襲でお前と行き別れになってから、どんなに探したことか。惑星間ネットで探しても全てのデータが失われていて、そんな時ふと目にしたのがこの記事よ。これは私が配っている新聞の尋ね人欄。未来茜の両親に心当たりある方、郷外哲夫まで連絡をくれたし。毎月ここに載っていたんだよ。そうか、私実は新聞よく読んでなかったけど、哲夫父ちゃん。郷外氏にはもう伝えてある。お帰り、茜。本当に会いたかった。もうどこにもやらないからね。父さん、母さん。茜は今頃幸せに暮らしてるかね。こんにちは。ん？新聞配達のアルバイトをやらせてよ、哲夫父ちゃん。茜。いや、バイトなんかしなくてもお前は何の不自由もねえだろ。ご両親にいただいた新型部品で俺の腰もすっかり良くなったし、心配しなくても。父ちゃん、住むとこが変わったって、私は私だよ。私は父ちゃんの新聞配達が大好きなんだ。茜、そうか、そうか。また現れたのね、素人配達員さん。泥臭い邪魔者がいなくなってすっきりしていたところよ。出たな、ソニア。誰の泥臭いって。この言葉そっくりお返しするぜ。ここに戻ってらしたなら、せいぜい私の目障りにならないよ。頑張るがいいわ。わかった。行ってこい、茜。時代が変わっても変わらないのは人の心。人の心が新聞を必要とする限り、配達はあるのです。
コロコロパン